は中で。こんにちは。夫は入ってるかによ。じゃあ哲学史の授業続きですね。今日もよろしくお願いします。これでデカルト、近代の発端デカルトを一通りまあ区切りつけて、そのデカルトから始まる大きな流れがこの後いろんな人を、巻き込みながら進展するのでね。その話をするという予告で、かつ読んでもらったのは、パスカル、そして、来週にも持ち越すんだけども、スピノザだね。その、位置関係みたいなこと、何をどう継いで、どんなふうにそれを違った方向へと、しかし、大きな流れとしては同じ方向、そんなふうに展開したのかってことが、話の大事なことだよね。それで先に一般的な注意としてやっておくんだけども、ちょっともう一回横書きのテクストを上げて、パスカル、デカルト・パスカル、そしてスピノザ・ライプニッツとかで始まり、ちょっと飛ばしてあれすれば、ジョン・ロックとかっていう名前があったよね。同じような時代かぶりながら生きている。で、まあ、その実は今日やるパスカルもポール・ロワイヤルという話が出てきて、ポール・ロワイヤル文法っていうふうな感じで、まあ、その言語学とか数学とか、あるいは何だろうね、記号論とか、さまざまなことを、そういう人々の一群がいたりするんだけども、何言いたいかっていうと、一つの言葉を覚えてほしいんだけども、往復所感っていうふうな言葉があるんですね、往復所感。まあ、意味は往復の所感なんだけども、今、その我々の時代とか、情報化の時代とか、なんかあれこれ言って、かつそういう人と人がその情報を共有するのは新しい時代だみたいな話をして、いかにもその1900年頃からこんなふうなことが起こって、今、デジタル化でそういうふうなところだって話をするけど、そうじゃない。このデカルトとかの時代からして、すでに横のつながりがあるんだね。それをよく知っておいて、その孤立して、こういう人がポツポツいたじゃなくて、相互に、相手のことを知っていて、著作はもともと何カ国語も読めるから読み、かつここがおかしいんじゃないのみたいなことで直に手紙書いちゃうんだね。そして論争する。そんな形で、実は多様な形で折り重なりながら、相互に連絡がありながら、大きな思想の流れが、なんつうんだ、カエルが固まってコロコロ転がるような感じで進展するというふうなイメージで考えて、郵便制度っていうふうなものは1億年前からあるわけじゃないんだけども、この時にはかなりヨーロッパを横断して、かなり普通に通じる状態なのでね。それでかつ、さっき言った往復書簡なんだけども、えらい勢いで手で書くんだけども、基本同じものを2通作る。同じものを2通作る。で、場合によっては下書きした上で2通清書するって感じで、
その一方を送るわけなのだ。で、相手はそれを受け取って、受け取ったままで、まだコピー機とかないからね。それで、それを見て、ふんふんして、それに対してまた返信する。まあ、近い時もあれば、1ヶ月とか2ヶ月空いたりすることもあるかもしれん。そのふうにして何が残るかって言ったら、お互いに両者が書いたものが残るわけだね。A と B のそれぞれの書いたものの、その、しかも同じもの、同じものが2通残り、そしてそれを集めれば、それを集めるというか、それを、通して並べれば、論争の書物、あるいは、共同研究と言っていいのか、共同に練り上げていった、そんなふうな一つのテーマに即して、この知の巨人と言ってよければ、そういう人たちが、事柄をせり上げていった、そんなふうなことが著作としてな残るわけだね。それが「ふにふに往復書簡」っていうふうな感じで出版されたりされなかったりする。そういう形で、出版に至ったものもあれば、むしろ秘匿されたものとか、事情によっていろいろとあるわけだけども、いずれにしろそういう横つながりが現にあり、かつその孤立せずに、むしろオープンな議論として、しかしそこに参加できるのは相当あれだね、資格が必要なわけじゃないけども、能力者でね、能力者がそこにあれする。そういう時代だったってことでよく理解して、だから孤立したいろんな話があったというふうなニュアンスで見えるかもしれないけども、ちょっと違う。むしろ相互に離反することもあるかもしれないけど、お互いのことを分かった上で、そんなふうに対立点を、あらわにしたりしながら、その議論が進展するとかね。デカルトで言えば、アルノという神父が有名で、デカルト、アルノ往復書簡、その、ここをデカルトに対して、ここを大丈夫かって感じで問いかけたり、いや、そこはこう理解するんですっていうふうに答えたり、そんなふうな、立体性を帯びた話だというふうに見ておこう。その意味では次に見るパスカルも、同じような、決して、ちょっとその孤独な面もあるんだけども、自己との対話みたいなことが大変そのパスカルのテーマでもあるから、しかし広いその範囲の付き合いがあるんでね。で、一応横書きとしては34、5ページ空いてるとし、しかし同時にちょっと縦書きを見ていきたいから、ちょっと用意できる？それは、今先に読もうと思うのは縦書きの方だから、114。114の縦書きちょっと用意して。早速ちょっと見ていくと、デカルトの形而上学はと始まる切れ目ね。で、形而上学というのはさっき前見たように、すべての学問の根本をなす、この基礎論、一般論、普遍的な議論というふうにして、これをもとにさまざまな個別諸科学が成立しもするような、その土台と考えてね、そこにその性差とかがあるわけで。は自然からあらゆる霊的生命的性格、自然ってのは一応ここから先は物というふうに見られるから、そこには霊的生命的な要素はその排除され、霊的生命的みたいに言われていたものは精神の方に、一括して割り振られるわけでね。その意味で霊的生命的性格を自然から物から剥ぎ取り、それを幾何学的空間性、すなわち延長、いろいろと匂いとかそういうのは、副次的、二次的以降のもので、まずはその本性は延長にありっていうふうな意味で、それを扱う術法こそが幾何学だってことを書いてんだね。それのみを本質とする物体、コルプスとして考え、同時に他方、
このような物質的自然を理性的に捉える科学的なその当人、すなわち精神を思考するもの、精神を全ての物体的、肉体的な要素から切り離して純化し、この精神の方を哲学の思考の思の拠り所としたと書いてあるね。哲学はその意味で精神の営みであり、思考することであり、考えることであり、その講義と小汚れっていうふうなことになるということね。その講義との思考することの相関者、対象の位置に幾何学的に処理されるこの、自然、あるいはその自然のイデア、観念っていう話が並んでるわけだね。で、まあ話まとまったような気がするけど、これでいいのかっていうのがその続きに書いてある話で、続きを読むと、これら精神と物体とは、デカルトにとって存在するために他のものに依存しない。これ、あれだったね、実体の定義、存在するために他のものを必要としない。これがそのデカルト的な、あるいは中世から引きずり、デカルトで継承化した実体の定義なんだけども、その2つの種類の実体ということになる。物体と精神、物と心。世界全体はこれら2つの存在へと還元されることになっていくんだが、しかしながらデカルトはこのような二元論の枠内にとどまることができないと書いてるね。デカルト当人としても、これを2つに並走し残すっていうことは、実体って2つなの、存在するために他のものに依存しないのが2個あるの、じゃあどうつながるのっていうふうな、その疑念疑惑に直結するわけだから、そこにとどまろうとしてね、その先を考える。で、それが前回から見てたような第3というか、何とも言えない、その無限実体って話があったね。神の存在証明ってことが問われ、かつ語られるのは、そのとどまらないっていうこの先のことなんだね。精神の思考内容である観念、イデアが、自己の外部とされる物体と対応、コレスポンデンチア、そういうことが起こるためには、第三の、あるいは先回りしているとも言える無限の実体たる神の保証、死する実体、延長する実体、それで無限の実体っていうふうな三者なんだが、その無限の実体である神の保証、神による裏付けみたいなこと、取りまとめみたいなことが必要とされたといえばされた。つまりそれで、まあ、当人は議論をまとめようとしたのであるし、その対立関係は人間そのものにおいても身体的な物的マテリアルなありさまと思考すること、精神のありさまの二重性どうなってんの、この2つどんなふうに併存し、かつ 統一されるかっていう、そういう問題が出てくるから、その心身問題として、デカルトの体系を揺さぶったっていうふうに書いてあるね。デカルトもまあある意味で自覚し、そのもう一回言うけども、分ける必要があった。そのなんだっけ、真理の新しい土台を据えるために、何にも依存しないもんとして理性的思考の自存独立性ってことを打ち出してこそ、今までの教会の権威とか等々から離脱した人間の理性に即した世界叙述を可能としたかった。その意味では分ける必要があった。だが分けたがゆえに、その切り分けてしまった物的なもの、それの扱い、あるいはそれとの共存が問われたってことになってね。だから致し回避ってことで、分ける必要があったけども、分けちゃったらあとどうするのっていうふうなことで、なんかこの話ははるか聞かれる人は、そのプラトンの イデアと古物の話などと事柄的には重なることがわかるよね。その
2つの要素を分けて、本質と現象みたいなことを分けてこそ学問が成立するとしても、しかしあえてそこで分け目を入れた、それを一つに束ね直すってことがどういう形で可能なのかってことが、ここでも問われている。で、その問題、まあ、古くかつ新しく仕切り直しされたこの問題を、デカルトと共にというべきか、デカルトを、出発点として、問うたのがその続きだっていうふうに流れていくんだね。その意味で次読むと、数学的合理性の理想を保持しながら、こうしたデカルトの問題を考え直していくこと、考えついていくことが、次に来るスピノザやライプニッツらの仕事であったというふうな話なんだね。そういう位置関係で一応、見取り図見たことにしよう。で、その縦書き115からは、まずはというべきか、そのスピノザの話となっていくね。それで一応ペラペラめくっていくと、その説明が116ページまで縦書きあり、それから引用がある。にゃんにゃんと引用があって、それでもう一回説明がね、どうだっけ？そうだよ。今の説明が。いいえ、まあ、そういうわけで、ちょっと申し訳ない。続き見ると、120ページに、3行目のあたりに切れ目があり、そこからがライプニッツだね。ライプニッツの話がそこから並べられている。120ページ先頭の部分がしばらく説明があり、それから引用があるって話ね。それで、1、2、4までで区切りがついている。そういう仕組みってことをよく分かった上で、しかし、スピノザの手前に、横書きの方のパスカルを見ておこうと思うので、一応テクスト切り替えて横書きの方の先ほど34、5ページもう一回見直して、パスカル。実は今時っていうかね、この時代にパスカルってことを項目として、その一つ設けるってことは、ちょっと例外的かもしれない。なんか忘れ去られたという言い方おかしいかもしれないけども、昔ね、戦後とかの日本とかで散々読まれた人でもあるけども、しかし、そういうその、読書の対象となるってことも浮き沈みがあったりして、ここのところあんまりあれだったんで、もう一応これに即して見ていこう。だがどうしよう。最初の6行分さっと黙読しちゃって、生まれとか流体の平衡に関するパスカルの原理、そういうふうな、近代科学に関わった人、その、まあ言ってみれば、立役者の一人みたいな説明があるよね。まあ、その、デカルトも何度も見てる通り、その、自然科学、物体に関わるその説明の方式を様々に追求するのと、同時にいかに生きるべきか的な意味での政治、あるいは法、あるいは倫理道徳みたいな話を一挙に論じようとするっていう、その二面性というべきか、二面性にまたがる大きな一つってことを言ってたけども、それがやはりパスカルにもあるっていうニュアンスで、ちょっと次の文見て 読むと、さらに宗教家思想家としても比類なき軌跡を歩んだ。この点ではとりわけ2度の改心、そのキリスト教に即して自分に向かい合う信仰の意味を問い直す、その2回の大きな区切りが決定的だった。それでちょっとその2、3行ちょっと黙読して、太文字の手前の辺まで。
まあ、その中で、そのポール・ロワイヤル一派みたいな話が書いてあって、一応読んどくと、その中を見てくれる、その34ページのヘリにある中を読んどくと、カトリックの使徒会権威、決してその中枢じゃないとも言えるような感じと考えて、使徒派。ポール・ロワイヤル女子修道院を中心に、土地の名前なんだね、聖職者、神学者、委員児たちがから形成された霊的神学文学運動。そのちょっと横断的な、ある意味でその神学は、その霊性に関してはちょっとその本来議論しちゃいけないへりがあるんだけども、それをはみ出して霊的なることに関して論じる、そして人間のその何て言うんだろうね、思考能力の限界を試すような意味でそれを言語化する、その文学という書いてるけども、言語論とかね、言語学みたいなこと、その人間の思考の根本にある言葉とは何であろうか、言葉の規則みたいなこと、言葉の限界みたいなこと、どうなってんの、そんなふうな意味で、まあいわばその後に言う言語学、言語論みたいなこと、言語学って非常に新しい学問だからね、それの、まあ、先陣切ったような感じの議論というふうに見ておいて、そういう方面をもしその、精神的方面というとすれば、さっきの上の流体の話は仏の話だが、同時に今みたいな話へと、まあいわば枝分かれしながらこの全体を論じようとするのがやはりパスカルの姿勢でもあると。そう読んでちょっと続き見てみようか。オネトムとかっていうのは、カタカナで書かれても困るんだけども、英語的に直すと、オネストなヒューマンっていうふうな感じで、とりあえず考えて、誠実なると言っていいのかね、その純粋無垢な観点で見られた人間たるもの、いろいろと理想化した人間の原型みたいなものの追求ってことと言っていいのかね。だから、そのいろいろと、チリアクター、いろんなところに我々は身を置いて、いろんな、限りを持つかもしれないけども、その人間があるはずのあるべき姿みたいなものの追求の一環みたいに考えて、人間の本質の追求みたいね。で、かつ、その意味で、もう一回言い直すんだけども、人間の本質の探求みたいなものの、最もその初期的なものというふうに一応見ておこう。いろいろと後々そのジョン・ロックとかの時に、そんなふうな人間とは何だろうか、そういう問いが出てきもするのであり、そういう英国系の問い有名だけども、前からちらっと言ってる通り、その中世においては人間の何たるか、特に人間の個々の何たるかってことは、まさに神のみぞ知るっていう位置関係だったんだね。人間が自分とは何かってことを追求するのは、神の指令を無視して、神の定めみたいなことを無視して、自分勝手に自分を決めるのかっていうふうな、そういうニュアンスが付きまとうから、人間が自らの意味を探ったり、自分自身の本質を自分で見定めるっていうふうな、その営み自身が非常に、その危険な あるいは不遜な行為だったんだよね。しかし、それを今みたいな霊的交流みたいなポール・ロワイヤルとかを通じたりし、その自分の霊性みたいなもの、自分自身の霊性みたいなもの、それとかをまあ論じる。それだけ、いわゆる現在っていうふうな、元からある罪の現在っていうふうなものとかを語っていた、あれからすれば、キリスト教からすれば、それが人間の本質でもあったんだね。つまり、各自がそれぞれ他に代わってもらうことのできない罪を負っているっていうふうな、
その罪の重さみたいなものこそが、その個々のものの個々のものたるゆえんでもあったわけだけども、さっきのね、普遍的な人間みたいなものは、そういうものからちょっとずれる。人間自身の本性、人間自身が固有なものとして、地上に生きるものとして持っている本性みたいなものの追求っていうふうなことでもあったんだね。その意味では、この問い自身が人間の本性への問いかけみたいなことは、彼ら新しい観点の問いである、新しい切り込みであるっていうふうな意味で、ちょっとここでもなんか普通のことに見えるかもしれんが、新たなことが起こってるっていうふうに理解しよう。それでその当人の考えによると、ちょっと次見てくれたまえ。幾何学的精神というのを一つ持ってて、それと区別される繊細の精神、これをこの何て言うか両輪みたいな感じね、車の両輪みたいなものを持って人々を、いわば社会学的に、つまり集団として人間がこの世に生きるっていうふうなことを、どのような形で、どのような経路で、どのような目的で、どんなふうにしてなされるのかみたいな、そういう意味で社会学のような、一応言い足すと社会学っていう言い方は19世紀に初めて生まれるもんだから、だからここではまだ使えない言葉だが、後の言葉で言えば社会学って言っていいような、そういう考察がどこだっけ、ここでなされた。しかし、ふにふにふにというふうなところをちょっと一応続き、黙読して。まあ、二度の改心の二度目は、またそういうところからも離反した、より深い帰依、その人間の、なんて言えばいいんだろうね、普遍的、一般的本性を問うような視点とかを、さらにまた蒸発させるような視点へと、なんか別の関心が起こったっていうふうな流れで一応見ていて。というわけで、そのパスカルの思考の過程の中ほどのところとして、幾何学的精神と繊細の精神みたいな2つの人間の側面みたいなことの、掘り出しがあったってことを考えて、ちょっと中見て。左の袖の4番と5番の中を見て、ちょっとまず黙読して。下の方の繊細っていうのはちょっと分かりにくいんだけども、微妙、微細っていう感じで、英語で言えばファインっていうふうな言葉があるけども、それのフランス語版みたいなことがあると考えて、その心の機微みたいな感じね。心の微細な、そのあやみたいな感じ、それを、まあ、感じ取る、そういう、なんて言えばいいんだ、共感力、同感力、そんなふうな、人のつながりを可能とする心映えって感じね、心遣いって感じね、そういうふうなものが、繊細の精神と考えておく。それに対して幾何学的精神っていうのは、まあ、いわば論証の方だね。こうだからこうしてこうなるんだろうっていうふうな、リズム的な話。さっきから見てる、物体っていうのがね、そのものの自然の方に関しては、その比較的精神で我々はそれを解明し、肉薄し、場合によっては管理監督することもできるかもしれない。だからそれが世界の全てじゃなくて、もう一個の方面たる人間同士の集合性、共同性、そんなふうなところは、つまり、いわゆるその共同体構築するのは、それじゃないと。科学的精神とは違う別の方面の我々のありさまである。それも我々は同じく持っておる。それが今言った繊細な精神としようね。さっき、ジェロと立てかけで見た話だけども、物体の方面ともう一個の精神と言ってた方は、単に思考っていうふうなことで済まずに、その思考を足すというべきか、思考並びに、この機微を、かつ皆が持ちうるような、そんなところにおいてこそ、
あれが 我々の共同性が保持されているのじゃってことなんですね。だから、つまり理屈で割り切って制度設計するとかっていうこととはちょっと違って、それではむしろ硬直化した何かその違う方に行ってしまうかもしれない。そこで、まあ、言ってみれば人間のデカルト的に言う精神自身の二重性みたいなことを語ることによって、そのなんつうの自然の方面にも社会の方面にも共同性の方面にも、つながっていくようなそういう広がりを、我々のありさまの原型として掘り出そうとしたっていうふうに読んだわけね。ここを続きちょっと見て、ちょっと哲学と宗教に関するこれ以降の辺、ちょっとすぐ済むから、黙読1分半ぐらいでやって、1の最後。さっき言ったこの R のとデカルトの往復書簡とかがあるってことなんだけども、さて、フランス人だね、R のオランダ人ヤンセンというふうに書いてあるわけで、さっき冒頭に言った通り、論争が国を越えてなされている。ね、事柄をめぐって国に縛られないで、論争がなされているっていうふうなことは、よくよく注意して理解しておく。だがまあ、いずれにしろ、細かい話を今はちょっと掘る時間がないので、大雑把な話だけしとくと、やはりっていうかね、この時代いつだっけ？そのくらいパスカルの、ね、年代を見て。早死にしてるから、デカルトと比べると、わずかデカルトよりも12年後まで生きたに過ぎないって感じになるね。だからかぶってるわけなんです。そのような時代、まあ、ある意味でやはりってことで、その神学の勢力は決して微弱ではなく、むしろ政治的には非常に強力でもあった。今、デカルトは言ってみれば、ややゲリラ的な感じで、その人間の思考の独立性を語り始めちゃいるけども、やはりそのロゴスは、理性は、ラチオは神にこそ第一義的に帰属するっていうふうな、そういう意味でのその神学的議論は依然として強力なのでね。そのような狭間で様々な人たちが論じてる。だから新たな人間の理性っていうことを語るこの17世紀っていうのは、確かにある意味ではその教会の、まあ、旧態依然と言ってよければそういう議論との、争いという側面はあるわけだ。そういう顧問としてちょっと次行ってみようか。さて、その幾何学的精神の話が次に載っていて、右にその説得術の話を受けながら、パンセという書物といえば書物の、立場が書いてあるね。そういうあたりをちょっと軽く済ませてよかったもんだけども、今何時？先にちょっとパンセの説明を少し追ってからにしたいから、35ページ、大きな3番。そこをちょっと一緒に読み始めると、上で述べたっていうことだけども、この説得術を駆使した書物が、未完かつ死後出版のパンセ、考えられたこと、考え抜かれたことっていうふうな意味で一応訳しとこうか。思考の軌跡って感じね。それがパンセってことで、見ての通り、62年に没した後の8年後かな、に出版と書いてるね、1670年。最初の変者たちによって付けられた正式な表題は、
死後書類の中から見出された宗教及び他の若干の主題に関するそのムッシュ・パスカルのその思考の記録みたいなもんなんだが、このパンセっていう言葉は多義的でいろいろと多義的に理解しようと。基本的には著者の思考内容を意味するんだが、権威のある人の残した名文句みたいな意味もフランス語の中である。あるいは、あらゆる思考は人々の心に断片的に行き来するもの。デカルト以来あれだったね。その、イデアってことは、個々の思考の中で浮かび上がってくる思考内容っていうふうな意味だったから、そのイデアっていう言葉と、観念っていう意味のイデアっていうのと、今の考えられた中身、コギタートムっていう意味でのパンセってことは、ほぼ重なるわけなんだね。それだから、そういう思考内容、浮かんだこと、思考の対象っていうふうな意味が、それがあれなんだね。この言葉の中にも響いてる。それで、そのような揺れ動きにふさわしい断章や格言、その、つれづれなるままにみたいな意味の、そんなふうなニュアンスもあるっていうふうに書いてるんだね。まあ、そのもう日本でも訳しようがないからってことでカタカナで訳される習わしがあって、しかし文庫本とかだったら2冊になりますかってぐらいの厚さだったりするんだね。無理やり 1冊って感じね。まあ、そんなような長めのものを書き溜めて、かつ、出版しなかった。出版しなかったってことは、ある意味では、意図した、まあ、墓場まで持っていこう的な意味で意図したというふうなニュアンスもあるかもしれんが、そういうことって結構あるね。 そのハイデガーが書き直した存在と時間、野球してただけちょっといろいろあるんだけども、そういうその大事なもんだが人目に触れさせるわけいかという、そういう当人の動きと周りの人からすればいかにもそれはもったいないっていうふうなのがあるよね。それでいかにもそれはもったいない的な方が、まあ、混ざって、死後その友人たちが、やはり世に出そうというふうにして出したもんと理解して、だから、まあ、ある意味でその当人の意図に反する点もあるかもしれんが、まあ、それをむき出しにしたってことだね。まあ、そのさっき言った2度目の改心みたいなことがあったりして、そのかなり、その、音声的とまとめるのはかなり荒っぽいけども、そういうちょっと、自己との向き合いみたいなことに集中して、後年を生きたパスカルということからすれば、まあ、その辺とかにもまたがって書いた、それが交換されてしまったってことだね。そう考えてちょっと、一応見るんだけども、ここを読もうか。その中でも核心に位置するのは人間に関するものである。しかも、さっき言った人間の原型というべきか、人間たる限りはみんなっていうふうなニュアンスの、その人間の本性に関わる議論ね。この私に限定されることではない広がるね。読むと、パスカルによれば人間は偉大なところと卑小なところを兼ね備えた、その限りで不可解で逆説的な存在だ。真理と正義を追求しながら、その獲得も実現も叶わないっていうか、自分でなんか潰しちゃったりもするっていうんだね。平穏無事を目指しながら、じっとしていることに我慢ならず、なんか打って出る。なんかその自らを危険にさらす社会生活、出世競争、これ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 のリベルティスマンって言葉だけども、気晴らしに熱中する。リベルティスマンとほぼ同じ言葉がデスポルトって言葉で、スポーツって言葉はほぼこれと同じ意味なんだね。気晴らしに近い意味なのだ。後々それがなんか洗練された言葉として、スポーツとして今に至るけども、ちょっとこの意味後で考えてみよ
つまり私たちが不幸であることの原因である現在の検体は直視せず、未来に投影した目標の達成によって幸福を実現しようと虚しく奔走するのだ、丸と書いてるね。なんかこれがいつも変わらぬ人間のありさま本性ですかっていうふうな文があるとして、それをまあ説明してる今のと考えてちょっとほぐしてみよう。上の方を見ると両義性があって、その言ってみれば静と動って書いてあったね。沈思熟考する、沈潜する方面と、つまり、孤独、孤立、自己自身、それと他者との関わり、他へ打って出て、他とつながり、何か阻まれては 服従したり支配したりとか、そういうふうな打って出る話。この陰と陽という比較、その二重性みたいな話がしてるんだが、ここに書いてないけども、その全てというか、そういうふうな人間のとどまりかつ動くそのありさまはどの辺に起因するかというと、まあ現在にも関係するんだけども、自らが死すべきものだっていうところに、その大きな由来があるっていうふうにパスカル考えるんだね。避けがたいもんとして、その死を自分のうちに、その他の生き物もそうかもしれんけども、自覚するっていう形でそれを我々は持たされている。その死に直面するっていうことから宗教では現在っていうふうなことも語られてるもしたわけだけども、その現在があるかないかって話じゃなくて、常に我々は死に関わってしまっているっていうふうなことなんだね。実はこの死を抱えた存在たる人間みたいな議論が、これ今見てるのは何百年も前だけども、それがね、その戦後って日本の戦後、第二次世界大戦後とかの日本とかでも、その時ちょっと誤った形で実存主義ってことが流行ったんだよね。なんか聞いたことあるかもしれんが。この実存主義っていうのの大きなテーマが、死すべきものたる自分っていうふうなことだったんだが、その死に関わる議論の死をこそ自らの真に置くような、そんな議論の発端の辺がここにあるのというふうな問い、あるかもっていう問いね。それでその戦後とかさっき言ったようにパスカルは非常に尊重されたわけなんだね。まあ、そのいわゆる実存主義なるものの議論とどこまで噛み合うかは別として、いずれにしろ死を論じる先駆的な、その不安とかを論じる先駆的なもんだったわけだ。主体化して不安とかを語るのは19世紀の休憩頃とかがいるわけだけども、まあ、それのひょっとすると原型ですかっていうふうなニュアンスだったね。だがじゃなくて、そんなふうな、死に我々は四六時中直面する、そこに耐える力がないといえばないんだね。それで常についついついというか、我々は気晴らしをしているというふうな流れで考えて、この気晴らしという書いてあるディブリティスマンという言葉は、あくまで死の自覚から自らを遠ざけるっていうニュアンスで、その受け止める必要があるね。その避けがたい死、かつその集中すれば常にそこに立ち戻ってしまう死っていうふうなものを、我々は様々な形で、まあ、忌避してきた。おそらく宗教もその忌避の回路の一つとも言えるかもしれん。まあ、そういうことは置いといて、いずれにしろその我々の普通の生活は何か死を忘れるための出来事として営まれているかも。そこに人間の性があるって話ね。つまりは、耐え難い、直視し難いものを抱えながら、しかしその近辺にずっと
固着していると。そういうふうな話でこの気晴らしを見てて、安入いってことは倦怠なんだけども、安入いってことは不安と訳してもいいね。自らが自己のもとに抱えている現在の倦怠は直視せず、むしろそこから免れるべく、その先へと自らを投射投影して、そこに自分の本来の場所があるみたいなことで、いわば死を先送りするようなもんとして未来をその構想する。それがおそらく人間の、何て言えばいいんだ、その想像力、イマジネーションの想像力みたいなことの、駆動力であろうかと。だから人間、想像力を持つ立派な生き物というよりも、そんなふうに想像しなきゃいけないこと自身が駆り立てられている話なのかっていう問いなわけなんだね。そんな話。そういうわけで、そのパスカルのそういう人間観、人間に関するそういう深刻な見方等々が、さまざまな形で語り出されている書物たる端正ってことは、まあ、読む甲斐があるって言えばある本なんだね。その長いけども、一応これも前から言ってる課題図書ではあるわけだから、気になったらこれを手に取る。しかし一応訳すことで選んだ限りは通して読むってことだからね。長めのもんだけども通して読むっていう約束ごとで読むという。それで読んでいけば後半の方に考える足とかそんな話が出てきはするわけだ。後半から読まずに前半から読んで そこに行き当たる必要があると。一応その話をしとくと、続き読むと、しかし人間がそれ自体は惨めさを意味する自らの不幸について反省しうる。自ら振り返り、そこに対面するってね。反省しうるのは、反省ってのはあれだよ、その、すいませんって話じゃなくて、省察のことね。省察する、顧みて、自ら直視するっていうね。のは、人間が、その、突き抜けた意味において高貴であることの証拠である。植物も動物も自分のことを不幸だとは感じない。まあ、逆に幸福とも感じないかもしれん。いずれにしろ、その幸不幸、自分の身のこのありさま自身を自分のこととして捉える、その自己性がないっていう話だね。しかるに人間は考える葦である。これ大丈夫かにゃ？まず、足じゃないからね。いいね。足であると。それでその次なんだけども、その、これ続きがあるのは大丈夫かな？ちょっと引用があったっけ。その、足ってのは、簡単に崩れ落ちて、簡単にその死滅する、身体的要素っていうふうな意味で考えて。その人間は身体として考えれば、そのどこの一滴みたいなもので簡単に死んでしまう、その意味ではやわなもんであると。で、その続きがあって、しかし自分のそのやわさみたいなこととかを自覚することもでき、そしてその自分が宇宙の全体のうちにいるっていうことと、とうとうその大きな広がり全体を我々は思考することができるんですね。考えることができる。その、パンサンというふうな、現在分子の考えるっていうのが、まさにデカルトの思考するっていうふうなことであり、つまりは、思惟実体たることってことね。だからある意味で、その、デカルトのその、身体性と精神の二重性みたいなものを、物たることと考えるたることを、別の形で、ここに一つに絡めてるという話でもね、さっき言った実体の二重性、実体のその複数性みたいなことを、可能ならば一挙に
閉じた出来事として語りたいって話ね。この意味で、後で見るデカルト、今じゃな、そのスピノザとかライプニッツとかと、まあ、いわば並んで、このパスカルもまた、その、パスカルは、とりわけ人間の実体たることを語ろうとしたので、その人間のその実体における二面性、世界に投影される二面性が、この人間たることの二重性に由来するっていうふうな形で、その、問いを、デカルト的なあの課題を、引き継いだっていうふうに、とりあえずまとめておこうと思ってね。その上で、一応残ったところは、つまりは30、死後の2番は、ある程度読んで分かる話だから、ちょっとそれ読みたまえ。読みたまえ。それで、その間に出席を取ることにしようとね。じゃあ、出席を並行して用意して。これだ。コース。図学士。これ間違えちゃいかん。で、プラスにして、今16時ちょうど。で、15分程度までにして、こう、されたね。349。こんな感じ。見てたかな。WebX、NecoX。一応、オンラインチャットで書くので、チャットを開けて。トラブルで、その、出席トラブルが一人今来て。大丈夫。もうパスカル細かく読もうと思った場合、そのキリスト教の教義との関わり、およびその当時のキリスト教の教会との関わり、それを一応よく理解して、その上で、どの辺が独特な主張としてパスカル何か語ってるのかってことを読み解くのが本の一番難しく面白いのかもしれないけども、まあそのキリスト教を習熟してるわけじゃないと思うから、まあ、あんまり気にせずに 表面的にいろいろと気の利いた言葉を読んで受け止めるといいだろうね。それで一応それが、デカルトと同時大臣の言葉である。それでいろんな他の人と往復書簡とか対話とかしつつ、構築されたもんであるってことね。2の辺読んでると思うんだけども、この時代ではないんだけども、18世紀とかに理性対、あるいは理性と感情とかっていうふうな、そんなふうな、なんていうか、2つの軸みたいなことが打ち出されたりするような時代がいずれ来るんだね。人間のありさま、とりわけこの今見てるような二重性ってことは、
どういう形で人間において並存し、まあ、絡み合って、あるいは統合されてるかって話があるとして、ここでは今読んでるだろうが、そこでは、いや、知性に働きかけて相手の理解を促す切腹術ってのが一つで、これは、まあ、やっぱり理詰めの方だよね。さっきの幾何学的精神の方に関わりそうだよね。それと、もう一個が、なんだっけ、意志ね。ボルンタス、意志に働きかけて相手の関心を引き寄せて気に入られる術。意志。意志っていうのは欲するって意味だね。我欲す、したいってことね。したいってことはなんかちょっとあれなんだよ。正体が、分かりにくい。したいってことをまあ普通考えてわかると思うけども、いまだなきことに向かうんだよね。だからこそ何かをつかみたいとか、行ったことないところへ行きたいとかって、いわば無に跳躍することなわけ。存在しないものへと向かいうるってことは、さっき言ったその説得っていうのは、ある意味で出揃った現にあるものの中でやりくりして、こうだからこうだっていうふうに、あるものに関わる、存在、現存するものに関わる議論は切腹かもしれんけども、今言った意思のようなことで語られている方面は、その意味では未だ実現されざるもの、これからあり得るかもしれないものっていうところに向かうわけだよね。だから、強く言えば現実と理想とにまたがる2つの方向、別の言い方すれば、実在と観念と言ってもいいのかもしれないけども、そういうふうな2つの方向ね。やはりマテリアルな方面と形相的なフォルマ的な方面のその二重性が常にこの時代デカルト以降意識され、まさに、簡単につながらない二つ、実在と観念みたいなその二つをつなげる現場にこそ人間の位置があり、意味があるんじゃなかろうかって話が、ほぼ、スピノザを除いてほぼ共通して出てくるわけね。人間こそがともすれば、分解してしまう実在性ものと、関連性、それは必然性と自由みたいなことにもなるけども、その2つを人間こそが統合し統一し総合するんだっていうふうな、議論の運びが最終的にはドイツ関連論として、一つの一番の高まりを得るというふうに頭の中で大きな筋書きにしておいて。まあ、そこへと至る、なんて言うんだろうね、問題の提示みたいな感じ、問題の裾野を、あらわにするようなことが、このデカルト、そしてパスカルにおいて、こういう形でなされておるっていうことなんだね。そういうわけで、いいかな、そのプロヴァンスの話は、ちょっと2の話は各自読んで分かったことにしよう。ということで、一応このまま、横書きの方をペロンとめくって、スピノザを開けてほしいのかな。ちょっとだけブレイクするけども、とりあえずスピノザのページ36、7ページ開けて。マイク入ってんの？入ってるよ。出席問題なかったのか、ね、どういうこと でしょうか。その2つの方向、関連的な要素と実在的な要素ってさっき分けたんだけども、それを、人間において統合するっていうふうなことを今示唆したんだけども、これから見るスピノザはちょっと違う。
むしろそこに、何というか再びと言っていいのかどうか分からんけども、神が出てくるんだね。そう考えて、その同じ問題をスピノザはどんなふうに、論じるのかってことをちょっと今から見ていこう。というわけで、一応ね、その36ページ横書き、そこ、先頭の、あれ、1、2段落目、1、2段落目、一応読んでると思うから、軽く今、黙読して。これを消して。スケジュール的にはちょっと文化の日の近辺に学園祭があり、確か金曜も休みになるような、そんな話があった気がするね。確か2日か3日か4日か、その辺だと思うけども、その休みで1個スキップするような時期あたりを多分目処にして、前ちらっとお話を出したデカルトの精冊ね、それを読み終わって何か書いてみるかって話になると思うから、まだ予告しておらず、日付書いてないけども、その休み、あるいは休み明けの辺が、限度で、その読まなきゃいかん、読んで書かなきゃいかんっていう話で、デカルトの精冊ちょっと自分で紐解いておいて。今から見るスピノザとかレヴィットとかの、その全ての、いわば原型となるような、その一番の基盤となるような話でもあるから、ある意味でその先までいろんな人の話読んで、後で、振り返ってもね、デカルトの意味がより分かったりするかもしれないよね。と、じゃあ一応ほぐそうかと思うので、一緒に横書き見ていこう。俺に関してはスピノザに関して後で縦書きもね、縦書きも見ることになると思うから、ちょっと長丁場。オランダのアムステルダム出身ということで、アムステルダムとか、その、ライデンとか、その、ロッテルダムとか、都市が有力なんだよね。で、前見たけども、エラスムスみたいな、そういう、国を追われた人たち、言論ゆえに国を追われた人たちとかが、とりあえずその避難するような感じの、そういう、その決して吹き溜まりっていうわけじゃなくて、むしろそういう人たちが新たな活気をもたらすみたいなニュアンスで、そういう受け入れ先でもあった、いろんなものが集まっていくんでね。そのような意味でのオランダ。で、あえて言う必要もないけども、そういうオランダから日本にも貿易船が来たりするわけだよね。それまでと違って、その大航海時代以降のオランダと言われるところは、商人とかの資本とかを中心にして、非常に、その、国力って言ってるのがね、そういうものがあり、かつ自治ってことは、その国王の紫三寸でいろいろと決まるんじゃなくて、市民の意見を無視できない形で、いろんなオープンな話があったりもしたってんでね、その意味で思想的にもオランダはオープン目というふうに考えておいて。で、アンネ・フランクとかを連想する国でもあるけども、宗教学の方では、
1492年に、イスラムの帝国がいわゆるスペインの方で崩壊して、それまでムスリムが統治している時はユダヤ人はそこに住むことができたけども、いわゆるそのレコンキスタの完遂の後のスペイン、イベリア半島は正面から駆逐するんだね。正面からユダヤ人とかムスリムを駆逐して、亡き者にするような感じになる。そこから逃れた一派が、場合によってはベニスとか、あるいはアシュケナージっていうのは東ヨーロッパね。そして一部がこのオランダに流れるんだね。だからスピノザもその系統と考えて、前見たようにそのユダヤ人は、そのイスラムと共存して、そのイスラムはそのアリストテレスの議論を踏襲していたりして、いろんな形で、以前のレコンキスタ以前のスペインの国土は、スペインという言い方ないかもしれんが、こちらの方面はいろんな思想が混在したんだね。だから、スピノザ自身も、純然たる、凝り固まったという意味での純然たるユダヤ思想というよりも、いろんなものを吸収合併した、そういう形での、なんつうんだろうね、ユダヤ的思想家というふうに考えて、今から見るように、ユダヤ人だが、ユダヤ哲学家というとちょっと違う。現にユダヤ人からもこの説はまかりならんっていうふうに否定され、迫害されるわけだからね。ユダヤ系哲学者スピノザの一緒にして主張、エチカ。はにゃ、はにゃ、はにゃ。エチカの言語がないけども、地の部分は TH ね。エスニックとかエトスみたいな感じのあの綴りね。エティカは、執筆の段階から、現存する神の存在を否定する。つまり宗教において語られる神、とりわけじゃなくて、ユダヤの神もキリスト教の神もという意味で、その神の存在を否定する内容になると噂された。神に関する当時の常識的な理解とは全く異なる理解を幾何学的に論証することを試みたからである。幾何学的が悪いって話というよりも、その根本的に神に対する構えが違うっていうことなんだね。さて、今のお話、ここから先、横書きでは書いてないから、一応、ちょっと縦書き参照してほしいのだ。ちょっと合わせて縦書き見てくれる？さっきのページの続き。すなわち、あれ？そこじゃない、紙見ればいいんだ。さっきのページ、もう一回めぐって。すなわち115の辺からの話をしたいんだけども、ちょっともう一個めくって、116を開けて、縦書き。その116の左半分、それから次のページとかにまたがって引用があるんだよね。で、星印がついているのが引用、それぞれエチカの引用である。それで、今、116の後半見てほしいんだけども、定義というふうに始まって、ちょっと先見ると、定義の2をちょっと引用してなくって、定義3、4を飛ばして6っていうふうに、定義から始まるんだね。そして、左のページ117見ると、定理とか、左のページ、
これ全て通し番号連続してるんだけども、あるいは定理の中に K があったりとか傍形があったりとかするんだけども、今全て省略してるから、点点点は省略と考えて、定理18、定理29とか、そんな風に、その積み重ねなんだね。矛盾しないように定義1と定義2からこれが出てくるとか、そんな風に全てその後戻りできない順繰りに進んで、しかもまあ有無言わせず、こうだからこうなるよねっていうふうな形の、そういう論証の継続系列、こういう形が文体なんだね。エチカ本体最後までそうなってると考えて、エチカ全体がこういう長いのもあれば短いのもあるんだけども、そういう定義1とこれこれとからこれこれが導き出されうるみたいな感じで、その論証の塊、その破綻せずずっとつながっていく、そんな連鎖なんだね。これがさっき言ってた、なんだっけ、いや、幾何学的に論証するっていうね。幾何学的に論証されたるエティカっていうのがその表題で、その幾何学的っていうのはこういう、一応チラチラ見ていく、その定理7番13番とか、定理6番とかなんかいろいろと載ってる。120ページの2行目まで引用だけども、その最後の辺の、なんつうんだ、神の愛の変な話まで、その定理とかで、固められているっていうことだね。今、1個目だけ読んどこうか。今の縦書きせっかくだから、116に戻り、引用の1個目ね。いいかな。定義1、自己原因、カウサスイということで、私はその本質が存在を含むもの、あるいはその本性が存在するとしか考えられないもののことを理解しておる。3番見てみようか。実体ということで、私はそれ自身において存在し、それ自身によって把握されるもののことを理解しておる。すなわち、その概念が、ちょっとデカルトを少しずらしてるから読んでみようか。その概念が形成するために、他のものの概念を必要としないもののこと、これが実体なのであるって書いてあるね。こういうその定義とかに従って、その定義から導き出される、定義からずれないっていう形で、じゃあどこが間違ってるか指摘してくれたまえって感じで構えて、文をつなげていく。これがエチカの文体ってことを知っておいて。その日本語訳の市川は岩波文庫であり得るんだけども、時々絶版だね。今あるかどうかよくわからん。そういうわけでちょっと自分で調べてみて。だからいずれにしろ、その何版であれ、その定義とかでその埋められてる文だからね。もちろん原文横書きなんだけども、ラテン語ね。じゃあ今の雰囲気見るためのことだったから、縦書きは一応そこまでとして、横書きに戻ろうと思うのかな。ちょっと横書き開けて。ちょっと今日は多分厄介だから、第一区分までしか読めないような気がするんだけども、読んでみましょう。これまで、神と自然、神と人間、そして自然と人間の関係は誤解されてきたと考える彼。これ一応念をしとくと、スピノザ、間違えた、デカルトがそうだったって言ってるわけなのね。デカルト以前はもっとまずいかもしれんが、デカルトにしても神と自然、神と人間、また人間と自然、
この関係、さっきの三者関係だよね。自然が、さっき言ったと同じ言葉かな。人間はここでは精神と読み直すと、自然と精神、物と、あるいは物体と精神。他も同じように神と精神、神と物体となるよね。そういうそれぞれの関係は、どれも誤解されて、その誤解に基づいた主張がなされて、今に至る、スピノザの時代まで誤解がずっとつながっておる。それは、中世が神を誤解した、神を見損なったのに続き、それにのっとっていた近代デカルトも見損なっておるというふうな意味で理解して。じゃあどこがどう直されるべきなのかってことは、もう何ていうか、総ざらい的に人間の意味とか神の意味がごっそり入れ替わりそうな気がするね。それがさっき言ったそのユダヤ教だけじゃなくて、もちろんっていう意味でキリスト教とかからも、強い、その弾圧といっていいような非難を受けるってことだろうね。さてと。と考える彼は、本書エティカの中でこれを、まあ言うなれば、一元論的に整理することを目指した。つまり、猫と犬みたいに、とでつないじゃいかん。その、とというふうな言い方自身が、なんか、並んだものを予想するんだが、それ自身がそもそも間違っておる。とというふうに並べてしまったら、その、もう取り返しがつかない形で分離してしまっているから、そうじゃない形で、まあ、以前見たプロティノスの議論と、極端に遠くはないんだけども、ともかく一つの事柄として全てを語る道を探してるわけなんだね。それはまあ当然にそのデカルトの持ち込んだ難点を回避することを意図している。この意味でデカルト全否定じゃなくって、デカルト間違っておるんじゃが、そのあの切り込み、まあ、見事なりというふうな感じで。デカルトをきちんと修正して受け止めねばいかんという話ではあるわけなんだね。だから、ある意味でデカルトの論的にあたる位置だけども、デカルトのその、ある種の功績というのか、デカルトが持ち込んだこと自身は、ああ、それがなければ自分の話もはじゃばらんというような意味において、大事な切り込みとされるわけなのだろうね。そう考えて次読むんじゃが、二元論とか一元論っていうのは、この当人の時代の言葉はちょっと違うかもしれないから、説明的な言葉として見ておいて。それによれば、神は一切の存在している事物、出来事に内在する根拠である。まあ一応、通して読んでからほぐそうと思うから、読み続けよう。キリスト教的な超越心のように、例えば、ユダヤもそうかもね。すべての事物の外部にあって、それらとは区別される原因なのではない。この言い方からすれば、イスラムもそれに入ってしまうわけだろうから、それっていうのは否定される方に入ってしまうわけだろうから、従来のその、いわゆる一神教的っていうのがね、具体的にはユダヤ教、キリスト教、イスラム、そのすべてを向こうに回して、一挙にそれを退ける議論をしてるってことになるわけなんでね。今、通して読んだ上でもう一回戻ろうと思うから先に行くんだけども、このことは、自然はそれ自体で神という唯一の実体であることを意味する。自然って言葉がちょっと難しいけども、とりあえず、ナートゥーラというふうにね、もうあれでいいよ、そのローマ字書きすれば合ってるから、ナートゥーラと書いて。
エチカ第4部で、神即自然。これ、後で原文は縦書きの方に載ってるから、それ見て、その、こう書くんですかってことを見ればいいから、神即自然と表現されているこの考えが、スピノザの哲学のエッセンスである。ここで注意すべきは、自然がすでにエチカ第一部、その先端の部分からして、アラビア哲学の影響を受けながら、これ、アリストテレスから拾われた言葉で、そのラテン語とかギリシャ語になくって、アラビア語で言われた言葉だけども、ノーサン的自然と初産的自然、一応、変な言葉だが、マークしておいて、ノーサン的自然と初産的自然の2つの視点から捉えられていることだ。前者は自然のを無限な実体、つまり神として捉えた場合である。それは万物の原因にして自由な存在である。後者は因果法則によって支配されたる有限な非造物の全体を意味しているってわけでね。まあ、これ読んで、そうかと分かるのはまずないと思うから、ほぐすことにしようと思います。その点、この短めのちょっと言葉足らずなこの説明よりも、縦書きの方がいいかもしれないから、悪いね、もう一回 縦書きを用意して。さてと、さっきの飛ばした箇所を見たいから、115だよね。両面から同じ事柄を別のテクストで見ながら説明読んで、ちょっとその立体的に見た上で説明出したいってことで読むんだけども。ユークリッド幾何学的な論証で全体が貫かれたスピノザの主張エティカ、訳せば倫理学。さっき言ったように、現代が幾何学的に論証されたるエティカは、実体の概念を再検討することから始められておる。さっきの定義の辺からしてやるんだけども、他のどんなものにも依存せず、それ自ら存在している実体、スプスタンチアを、デカルトのように複数化することは間違っているだろうって言うんだね。もしそれが許される、複数化が許されるならば、実体相互間の算出、どっちがどっち生んだとか、どんなふうにその2つがつながっての的な影響関係を考えねばならないだろうが、そういう話は他のものに依存しないという、もともとの実体の厳密な定義に、反しておる。だから土台からして間違ってんだね。したがって、でも見たように、存在するために他のものを必要としないっぽい表現はもろデカルトから組まれてるわけだね。だからデカルト全否定じゃなくて、その定義じゃなくて、その実体という発想は正面から受け止めてるんだけども、それを、まあ、厳密に理解せねばいかん。厳密に、貫かれいかんって話で、続きを理解しよう。したがって、実体として認められるのは、あらゆるものを包摂する自己原因、カウサ、スイ。これ、ちょっと、先に、とどまって見てみよう。自己原因って言うんだね。なんだっけ。セルフ構図って感じで理解しようか。その構図は引き起こすって意味があるのわかるね。生み出す、引き起こす、荒らしめる。自分が自分を荒らしめるっていう意味なので。自分の原因が自分だっていうことなんだね。前から言ってる、閉じた、完結した全体ってことが実体のイメージなわけであり、外のものなしで済む。すなわち、自分の原因を考えた場合、自分以外にはない。
その自分自身で完結している。これがその実体から出てくる唯一の説明方式だから、ここに A が B によってとかっていう外のものを語っちゃいけないわけだね。その外のものを語らないっていう、まあ、宣言が自己原因っていうふうに言ってると見ておこう。ね。さて、その自己原因を言い直して、唯一無限の神というふうに言ってるんだが、ここでその神という言葉を使ったら、なんか昔に舞い戻っていませんかというふうに諸君思ったりすると思うから、これ神と言わずに X にしといて、何と名付けてもいいんだね。ある意味でそれを神と名付けなくてもいいが、いわば習わしに従って神と呼んでいきましょうっていうふうなことだから、それを例えば宇宙原理というふうに呼ぶとすれば、別に構わん。呼びたければ呼ぶがよい。この世の断りアサルトリリーだけども、そんなふうに言うならばそれでもよいと。まあいずれにしろその自己原因のことの別名がここで言うそのデウス、神っていうふうなことなのね。それは唯一にして無限、全てを含み、かつしかし一体である。外がないって意味で一体だし、全てを含むって意味では無限とも言えるね。だが、よくよく考えれば、今まで唯一無限っていうふうなことを散々人々は論じてきたわけだけども、その名が神だったわけだから、まあ、それを神と呼んでもあながち人々いろんなかろうっていう感じで、この自己原因のことを神って言ってんだね。だからその結局は神に戻ってるんですかみたいなのはちょっと幼稚な反論で、そうじゃない。神自身の意味がすでに違っている。その何かその今までの間違った神観が次の文で書いてるから見てみようか。いや、こう。だがこの神を万物の創造主としての人格神とみなすとすれば、それは再び創造主と非造物という実体の二重化を招くから、神はこの自然の全体の外側にある原因と考えちゃいかん。考えちゃいかんってんだね。今までの神ってのは創造するもの、非造物の対極だっていうふうな意味で、非造物対、創造者っていうふうにクレアトルと考えてたかもしれんが、それ間違いだって言ってんだね。それ間違いだって言い方してるってことは、その教義的に言えばユダヤ教もキリスト教もあるいはイスラムも退けられておるって話だけど。何が言いたいかというと、その神というのを語るのは人の話なんだが、それをあんなふうに語っちゃおしまいだろって言ってんだね。あんなふうな語り方で神を語り尽くしたと思えるのは、創造者と語るのは実は神をむしろ低めてないかっていう話なんだね。神を非造物の向こうにいる非造物の対極者みたいに語ることは、神からむしろ実体性を奪っちゃうんじゃないのって話だね。その意味で、新たに実体一元論として語った場合、その一者は、医者って言い方プロテニスっぽいけども、それは神という名前で再びここで語られるとかね。しかし見た通り人格者じゃない。人を導いたり怒ったり叱ったり、あるいは怒るって言ったっけ、怒ったりね、そんな風なもので我々は神語ってきたような気がするが、それ全体がなんか大事な意味の神を語り損なっていることでなかろうか。ちょっとね、にゃにゃ。ということで続き読むんだけども、神、すなわち自然。これさっき神即自然って書いてあったやつのあれで、デウスシーウェナトゥーラ。英語になったらどうなんだろう。まあ、ほぼイコールと同じ意味で考えて、真ん中。すなわち。それすなわち。言い換えれば同じことなんだね。もう一回言うと、同じ事柄の裏面を、神とも言えるしナートゥーラとも言えるっていうふうなことなのね。もう一回言うと、
神が片方にあって、それが創造者、もうこに自然、生まれたものがあるって考えちゃ、さっきの間違った方に転がるわけだから、それが全て一挙に一つの事柄だっていうふうに、その意味でイコールに絡めてあるわけだ。だから、その我々が神と自然っていう言い方をこれまでしちゃった理由はあるわけだけども、それは2個のもんじゃなくて、1個の2つの面だっていうふうな意味で理解してるわけなんだね。それがさっきの農産的自然と初産的自然の話につながっていくから、ここで一応踏みとどまって見てみよう。神即自然、神すなわち自然、デウスイコールナートゥーラ。これがさっき言った4部だっけ、第4部の煮詰まったところで出てくる、まあ、決めの文句なんだね。僕は決め側でこう言った。パンシンロ、パンティスムス。ドイツ語で言えばパンティスムス。ちょっと聞いて。神が全てであるじゃなくて、全ては神であるってね。全ては神であるっていうふうに言うのが正しいんだね。全ては神である。それがその半神論。まあ、本人の言葉っていうよりも、パンって全てね、ギリシャ語で全てがパン。まあ分類で言えば、そのモノテイスムス、一神論、唯一神、あるいは一神論とか多神論、ポリュとか、そういうのに並べて、呼ぶならばって感じの言葉かもしれんから、なんとなく当時の人もスペラドといえばあれは半神論じゃんっていうふうに読んでるかもしれんが、まあそう読んでもいいと本人思ったり、あれちょっと誤解あって困るかなと思ったりするような、まあ、そういう周りからすれば叱り言葉ね、非難の言葉ね。あいつは邪教、半神論を唱えとるっていうふうな意味で使われたりもしたと考えておこう。さて、このことは同時に、意志や目的といった擬人的な原理を自然から、ってことは神から排除することを意味してたね。自然の中に意志とかを、その神の意志みたいなことの反映だっていうふうに言っちゃいかん。自然にも意志はないし、神にも意志はないっていうふうに、その何て言えばいいんだ、人格心的な要素を排除していってるからね。むしろ自然を厳密な因果関係によってのみ統一された全体として把握する、そういう方向に議論が進んでいく。機械とは言わないけども、さっき見たようにこうだからこうなる的な、その理屈の塊で我々には見通すことができない理屈かもしれんが、そこにはその理屈を乱す不安な要素があるわけじゃなくて、むしろ整然とことが起こってるっていうふうなことなんだね。摂理に即した形でことが起こっている。いわば摂理そのものが神と言ってもいいのかもしれんけども、いずれにしろ、なっとらんとかちてそれを止めたりするような、そういう、なんつうんだ、波乱要因はないってことなんだね。すべては説明可能なものとして世界は成り立っておる。だが、その説明原理を我々が見出していないから、それを完全にしか表彰できないかもしれんが、そこには厳密な因果関係が手と手首支配しておるっていう話なのね。もちろんこうした自然の全貌を有限な人間の知性が捉えることが不可能ではある。その次が難しいんだけども、デカルトの言う思考と延長のみが神の属性として人間に対して現れてくるに過ぎない。さっきから一応神即自然という話をしてはいるんだけども、かといって、神の全貌、自然の全貌を我々が把握してしまっておるということを言ってはいないんだね。むしろほんのその一部しか我々は見届けることができないっていうふうな意味で、今の話があると考えて、
ちょっとその比喩的に言って比喩的に失敗しそうな気がするんだけども、ちょっと聞いて。その円ね、円は無限な数の直径が含まれてんだよね。無限な数の直径含まれた全体が円という図形なわけだけども、そんなふうに自然があると考えて、その自然あるいは神を構成するそのありさまは、まさに無限な数の数えくることができないような数のその直径だと考えて、そのうち我々は2本しか知らないってわけなのだ。C と延長っていう形のその2本しか我々は知ることができないっていうことなんだね。無限にある神のありさまは、しかし我々がなぞることができるのは C と延長というふうな、デカルトが語り出したのは、あまりに多様で我々にとって及びもつかないその神の全貌のうちの2つの筋にしか過ぎないっていうふうな話なわけだ。それが無限にある神の属性のうちの2つの属性、我々に知ることができるわずかな属性だっていう話なのね。だからそこからしてみれば、我々には到底預かり知らぬような広がりというか、語られ方を持ち得るんだけども、しかしそれはあくまで我々にとっては届かない。その全貌が神であり自然だということだね。というわけで、今のがまあいわば語りたい話の焦点なんだけども、話の焦点だけども、もう一回いろいろと見直そうかね。というわけで、今日の話を聞いた上でもう一回考えてみて。今日のお題はまた後で文字で書くけども、来週もスピノザ。だが、スプラザだけで終わらずに、ライプニッツに入るかもっていうふうな、そんな運びね。というわけで、今日はここで終わりとしようかと思うね。じゃあ、お疲れさ。オンラインもおしまい。出席できたよね。なんかあったら、あれで、チャットで、いいね。